総理、昨日の政倫審、世耕さん出てこられましたけども、もう何を聞かれても知らない、知らない、相談も受けてない、そういうことを言い続けたわけですね。自民党の政倫審筆頭理事は、筆頭幹事か、残念ながら疑惑は深まった。参議院の自民党国対委員長、疑惑の解明には至らなかった。世耕氏の後で発言をされた自民党の西田昌司議員すら、全く納得できないと。総理ね、国民納得できると思いますか？疑惑はますます深まったんじゃないですか？岸田内閣総理大臣。昨日の政倫審ですが、我が党所属3名の国会議員が出席し、弁明を行いました。説明を行いました。いずれにせよ、この説明責任について、これで十分だ、打ち止めだというものはありません。この政倫審の説明で、のみで、説明がすべて尽くされるというものではないと考えています。引き続き、あらゆる場を通じて、自らの置かれた状況をよく顧みて、説明を尽くすことが重要であると考えておりますし、私としても、こうしたその関係者の説明を受け、政治責任の判断、再発防止の確実な実施、こうしたものを進めていかなければならないと考えています。小池君。いや、十分でないどころか、もう疑惑が深まるようなね、やりとりですよ。具体的に聞きます。2022年4月の安倍派の幹部会合で、安倍元首相がキックバックやめるように指示出した。しかし安倍さんが亡くなってわずか1ヶ月後の8月にまた会合が開かれた。で、この会合ね、世耕さんは安倍元首相がキックバックをやめようと言ったものをなぜ復活させたのか、誰がこんなことを決めたのか、私が知りたい。知りたいのはこっちですよ。西田議員すらですね、その時知らなくても調べて報告することが当然の義務だ。その通りだと私は思って聞きました。キックバック復活が議論された安倍派の幹部会合に出席していたのは他の3人。塩谷隆さんは、キックバックの継続はしょうがないという話し合いがされたと述べた。下村博文氏は、合法的な形にする案があったと言った。西村康稔氏は、結論は出なかったということが全然違うんですよ、みんな。で、こうなったら、真相を明らかにするためには、やることはただ一つだと思う。これね、一人ずつやってたら、拉致は飽きません。4人揃って、嘘をつけば偽証罪に問われる証人喚問で、世耕氏含めて4人揃ってですね、出席をさせて、誰が復活の提案をしたのか、どういう議論して、どういう結論に至ったのか、これ問いただしかないじゃないですか。これはやっぱりやるべきです。総理ね、国会が決めることってんじゃダメですよ。それは最終的にはそうかもしれない。それで逃げちゃダメだと。自民党が最終的にはね、賛成しなければ実現できない。だから総理が、これ以外に方法ありますか？この問題で真相解明する方法が。あるんだったら言ってくださいよ。岸田内閣総理大臣。お尋ねの会合、めぐりまして、この西村議員、塩谷議員、聖光議員、それぞれ、説明を行って、ったと承知していますが、下村議員についても衆議院での、政治倫理審査会の開催に向けた手続き進められています。まずこのお尋ねの会合について、聖光議員が昨日自ら検察の捜査で詳しく聴取された、こういったことも明らかにしており、検察も清和権の収支報告書の記載について、派閥の幹部の関与は証拠上認められなかった、これを発表しています。こうしたことを、こうした取り組みを踏まえて、引き続き、この説明責任を果たしていくことは重要であると思います。そして、国会において、どう対応されるか、これはまさに委員おっしゃったように、最終的に国会で判断されるものであると認識をしております。私に聞いたことにね、一切答えてないですよ。
一人ずつやったら拉致開かないっていうのが昨日の政倫審でもはっきりしたじゃないですか。そして政倫審ではやっぱりね、ダメなんですよ。きちんと偽証罪に問われる証人喚問する4人揃ってそこで聞くのが一番いいじゃないですか。なんでそれやらないんですか。菅内閣総理大臣。政倫審の手続きはまだ衆議院で続いていますが、政倫審のこの弁明をのみをもって説明責任が尽くされたということは申し上げておりません。引き続きまして説明、努力は続けられなければならない。このように申し上げています。そして具体的にどうするか、これは国会でご判断されるものであると認識をいたします。小池君。逃げちゃいけないですよ。こういうやり方以上に、もうクリアに解明する方法ないと私思いますよ。で、政倫審で下村さん出てくる、いいですよ。やったらいい。で、それやったら次やりましょうよ、じゃあ。ね、それで解明できないだろうと思います、多分。だったら次やりましょう、これ。参議院の予算委員会で、委員長、4人並んでいただいてですね。で、それで問いただすのが一番、これがですね、わかりやすいやり方だと思いますよ。ぜひ、やっていただきたい。五国理事会で協議させていただきます。小池君。火の玉だと言ってね、聞いて呆れますよ。やるべきこと全然やってないじゃないですか。それから世耕さんは、参議院選挙の年は改選期の議員にはノルマがないというルール、まあ、つまり全額キックバックされる、あったと。いつからあったのかも誰が決めたのかもわからない、私には何の相談もなく勝手に決まったとおっしゃった。ところが選挙のために使うことはありえないと、ここだけはね、断言したんですよ。しかしですね、政治活動であれば、なんで6年に一度だけやるんですか。政治活動だったらずっとやるべき話じゃないですか。選挙のために使ったと言われても仕方がない。で、総理は3月5日の党委員会で我が党の田村智子委員長の質問に対して、委員がお尋ねのように参議院選挙の年における還付金についてより詳細な事実関係の把握を求める声があることは承知している。聞き取り調査によってのみ説明責任が尽くされているとは申していない。党としても実態把握に向けてさらなる取り組みを進めていきたい。あれから10日何やったんですか。岸田内閣総理大臣。先ほど申し上げましたが、来週は、衆議院の政倫審の弁明も予定されています。そうした、この経緯もしっかり踏まえながら、党として、このさらなる関係者の聴取についても、何ができるか判断してまいりたいということを、申し上げております。何もやってないってことじゃないですか。小池君。何もやってないんですよ、やるって言っといて。やってないじゃないですか。来週の政倫審は別問題でしょ。党としての調査をやるとはあなたおっしゃったのにやってないんだ。結局ね、国会での答弁はあなたの答弁口から出まかせだってことになりますよ。こうだ。昨日の政倫審では世耕さんも西田さんも橋本さんも一体いつから誰が裏金作りを始めたのか全く知らないと繰り返しました。でもね、自然現象じゃないんですよ。誰かが始めたことは間違いないわけですよ。で、始まったのは塩谷さんが、1997年から2000年ではないかと。その時の安倍派会長森さんですよ。しかし世耕さんは森さんに聞いていない。あのね、総理ね、安倍派の幹部には真相を明らかにする気はさらさらないんですよ。で、総理は聞き取り調査で森元首相の関与を指摘する証言がないから、森氏に聞くことは行っていないと言った。でもね、一方で聞き取り調査は万全だないって言ってるわけじゃないですか。だったらば、森さんに聞くべきですよ。これだけ疑惑が出てる。昨日の自民党の政治刷新本部でも森氏の事態どうだったのか、ちゃんと聞くべきだという声が上がったと聞いてますよ。総理が自民党総裁として、森元首相に問いただして国会へ出席してくださいと促すべきではありませんか。岸田内閣総理大臣。来週の政倫審の弁明も踏まえた上で、党として関係者のさらなる聴取を行うか、これを判断してまいります。小池君。その関係者には森元首相は含まれるわけですか。
岸田内閣総理大臣。関係者、どの関係者にどういった形で聴取するか、それを判断いたします。小池君。森さんが焦点になってるんですよ。森元首相も含まれると明言していただきたい。岸田内閣総理大臣。関係者、森元総理をはじめ関係者はおられますが、その関係者の中でどなたにこの実態を解明するために、聴取するか、どういった形で聴取するか、こういったことを判断いたします。速記を止めてください。改めて岸田内閣総理大臣。はい、関係者の中に森元総理も入ると認識をしています。その上で対応を判断いたします。小池君。結局ね、一番大事なところはね、曖昧にしてんですよ。世論調査では説明責任を安倍派と二階派の幹部は果たしていないと9割以上ですよ。そして総理は説明責任を尽くしたかどうか、これは最終的には広く国民の皆さんがどう考えるかだと答弁されてますよ。要するに説明責任は果たされていないということですね。岸田内閣総理大臣。おっしゃる通りです。だから先ほど申し上げました。政倫審のみをもって尽くされたとは申しておりませんと、先ほど答弁をいたしました。小池君。説明責任果たされてないとはっきり認めたわけですよ。もうね、これはね、このまんまね、曖昧にして進むわけにいきませんよ。証人喚問は絶対必要だと。大体ね、総理は今まで一体何やったのか、説明責任果たしていただきたいというだけじゃないですか。派閥幹部にも問いたださない、森元首相にも問いたださない、政倫審には自ら名乗り出たけれども喋ったことは報告書なぞっただけじゃないですか。やっぱりね、真相解明のために私はこういうことやりましたということないでしょう。結局一言だったということになると思います。真相の全面解明できなければ再発防止の対策も立てられません。真相解明はできてないというふうに認めたわけですから、このままで対策も立てられないと私思います。真相の徹底解明のための国会の役割を果たすべきだ。そして企業団体献金、全面禁止を求めます。証人喚問、先ほどの4名に加えて安倍派幹部の萩生田光一さん、高木剛さん、森喜朗さん、証人喚問を求めます。ご検討ください。五国理事会で協議させていただきます。小池君。介護保険の問題について聞きます。本日介護保険の3年に一度の報酬改定が告示されて、訪問介護の基本報酬が引き下げられました。先月 NPO 法人ウィメンズアクションネットワークの上野千鶴子理事長は、唖然呆然とした、倒産ケースも多く求人倍率も下がらない訪問介護事業者をこれ以上追い詰める改定はありえないと批判した。その通りだと思います。総理は医療や介護、福祉などの分野の賃上げは喫緊の重要な課題と述べられましたけれども、基本報酬の引き下げはそれに反するものではありませんか。総理お答えください。岸田内閣総理大臣。介護分野における賃上げ、これは重要な課題であり、岸田政権は公定価格の見直しを掲げ、これまでも累次の処遇改善講じています。今般のこの介護報酬改定では、政府経済見通しで令和6年度の全産業平均の一人当たりの雇用者報酬の伸びが 2.5% と、物価上昇率と同水準と見込まれている中、こうした見込みと整合的にベースアップを求めているところです。その中で、
訪問介護については基本報酬は引き下げているものの、処遇改善の加算措置、これは他の介護サービスに比べて高い加算率、これ設定しています。さらに中山間地域での継続的にサービスを提供している事業者への加算、あるいは認知症に関連する加算、これは充実させています。介護、訪問介護は改定全体としてプラスに改定したところであると認識をしております。そしてこの処遇改善加算を現場で最大限活用いただけるよう取得促進を図っております。こうした方針は政府の方針と一致しているものと考えています。小池君。加算をね、増やしたっていうのはそれはいいと思いますよ。いいと思いますけど、なんで基本報酬下げるんですかっていう話ですよ。加算した分はね、賃金に回っていくと。いうことになったら結局、やっぱり事業所のね、収入はね、大変な打撃を受けることにこれなるんですよ。見てください。訪問介護事業所の収支比率を見ますとですね、これ36.7% が収支差率 0% 未満、つまり赤字です。これ3年間4割が赤字続いてるんですね。これ新聞赤旗の取材で明らかになりました。で、確かに、収益率高い事業者もあるんです。サービス付き高齢者住宅など移動時間かけずにこう回っているようなところはね、これは利益率高い。しかし地域の家を一軒一軒回っていくような中小の事業所は収入も足りない、人手も足りない。赤字苦しんでます。厚労省のこの結果は、そういう実態を私はリアルに示しているというふうに思うんですね。で、大臣、武見大臣。大臣は、大臣はですね、日本医師会も、訪問介護は在宅医療を支えていると。で、基本報酬引き下げには懸念を示しているということをご存知だと思います。で、今でも赤字の介護事業所が、基本報酬の引き下げで地域から消えてしまったら、もう在宅生活の維持は困難になってしまうんではないかと思いますが、いかがですか。武見厚生労働大臣。地域包括ケアという中で、実際にそうしたその在宅の介護というものの重要性というものは、今回の基本料を引き下げたとしても全くその方針は変わりがありません。その最大の理由は、しっかりとそうした特に小規模事業者で赤字のところを対象として、こうした加算措置を幾重にも組み交わせて、しかも手続きを極めて簡素化させて対応できるようにしてあるところがあるということで、特にそうしたところの賃金の引き上げの財源も確保できるようにしてあるわけであります。その点は十分ご理解ください。小池君。とおっしゃるんだが、加算を積み上げるとね、大幅にプラスになるところがあると、今までになくつけたとおっしゃるんですけど、これ全国訪問介護事業所34,772ありますが、いずれも今加算を取得してないところっていうのは3,151、1割もないんですよ。で、逆に言うと、やっぱ大幅に加算が増えるところっていうのは本当に少ないわけですね。これが実態です。しかも、今加算取ってない事業所、これ今もね、できるだけ多く加算を取得してもらいたいとおっしゃいましたが、取得率どれだけ引き上げるか目標ありますか？あるかないかだけ答えてください。武見厚生労働大臣。明白な目標の設定というものはありません。小池君。ないんですよ。決まってるのは基本報酬下げるってことだけなんですね。それから先ほど総理は全体では在宅訪問介護プラスになるとおっしゃったけど、じゃあトータルでどれだけプラスになるか聞いても答えませんよ、厚労省は。訪問介護でどれだけトータルプラスになるか答えないんですよ。これが実態だ。だからみんな怒ってるわけです。上野千鶴子さんや樋口恵子さんが主催する高齢社会を良くする女性の会、これ撤回を求める緊急声明を出しました。ケア社会を作る会世話人の小島美里さんは、今回の報酬切り下げを在宅介護の終わりの始まりだと言っています。認知症の人と家族の会の鎌田松代代表理事も、まさかの引き下げ提案を驚くばかりだと。介護報酬が発表されてからこれだけ批判の声が上がるってのは前代未聞だと私思います。今までこんなことなかったですよ。で、この引き下げを中止するには莫大な財源が必要なんだろうか。そんなことありません。訪問介護の総報酬は年間
約1兆円です。国庫負担4分の1です。で、2% 引き下げるとすると、これ財政効果50億円です。1兆円に対して50億円です。1万円に対して50円です。わずかなやりくりでね、撤回できるんですよ、大臣ね。これ今日大臣告示出しました。武見大臣の名前で告示が出てます。これね、補正予算組むまでもありませんよ。大臣が政治決断をして、告示を見直せば、わずか50億円で、この引き下げは止められる。これやっぱりね、決断すべきじゃないですか。これだけ声が上がってるんだから、在宅介護の火を消しちゃいけないでしょう。ホームヘルパーの仕事と声を守らなきゃいけないでしょう。ぜひ決断していただきたい。武見厚生労働大臣。私たち在宅介護の重要性というのはもう引き続ききちんと維持して確認していることはもう明白であります。でしたがってその火を消すつもりなんかは毛頭ございません。でその上で、その在宅介護に関わるその加算という措置については実にきめ細かく今回作って、そしてその報酬については加算措置が結果としては着実に組み立てられるようになってんです。したがって今は 9.1% かもしれませんけれども、確実にこうした新たに加算措置を取る施設が小規模でも増えてくることは明白であって、またそれを我々はしっかりとやることによって小規模事業者特に中間産地域でもしっかりとそうしたサービスが提供できるようにするという基本方針は全く変わりがありません。小池君、明白である、全くやるって言ってくる。数字示せないじゃないですか、どれだけ増やせるのかって。ないんですよ。でね、だから加算措置取ることをけしからんと言ってませんよ。それはいいんですよ。なんで基本報酬下げるんですかと。やめればいいじゃないですか。これをやめて、撤回して、そして加算をつける。わざわざなんで基本報酬下げるんですかと言ってんですよ。50億円ですよ。その支出を減らす。そのためにね、これだけ反対の声が上がってるんですから、私はね、政治的に決断すべきだ。それから、これですね、50億円減らすっていうようなことを、かつての自民党公明党はそうじゃなかったと思うんですよ。これ見てください。これ2010年参議院選挙の自民党選挙公約、持続可能な介護保険制度を堅持するため、公費負担の増加を図り、高齢化の進展により、増大が想定される介護保険料の上昇を抑制しますと言っています。2014年に当時、田村厚生労働大臣に私、質問しました。で田村さんは、公費 60%、そのうち 10% 増加分は国費で出すという案も実はあったとおっしゃってる。それから公明党の新介護公明ビジョン、これ2010年の参議院公約にもね、引き継がれましたが、介護施設の大幅な拡充や在宅介護の充実、介護職員の大幅給与アップ等につながる介護報酬の引き上げは必要ですが、介護保険料の上昇を抑制するため、公費負担割合を現行の5割から当面6割に引き上げ、2025年には介護保険の3分の2を公費負担で賄うことを提案します。こういうこと言ってたんです、総理ね。私は、介護職員の賃上げ待遇改善が喫緊の課題だというのであれば、総理、今こそかつての公約をね、実現するときではありませんか。岸田内閣総理大臣。かつての、自民党の、公約、政策についてご指摘でありますが、持続可能な介護保険制度を堅持する観点から、当時自民党として介護保険における公費負担の引き上げ、これに言及したものであると承知しています。その後、2012年の3党合意にのっとって、社会保障制度の持続可能性の確保と、財政健全化を同時に達成する観点から、社会保障と税の一体改革の着実な実施、これを図ったところであります。税と社会保障の一体改革において、介護分野においては、消費税財源を用いた介護職員の処遇改善や、低所得者に対する保険料軽減の強化、これを実施いたしました。結果として、この保険料公費、それぞれ5割で負担する、この現状の制度、これを維持することになったと認識をしております。小池君。いや、だからその三党合意って、別にこれ、三党合意でなんか良くなりましたか？介護の問題で。財政構造変わってないじゃないですか。この時提案されたのは、5割の公費負担を6割にしようっていうことを言われたんですよ。それ今もおっしゃったように、なってないじゃないですか。
私ね、これやらないと、介護保険制度持たないと思いますよ。介護保険っていうのは、もう本当にね、不幸な歴史なんですよ。できてから、できるだけ使わせないように、利用抑制するために、何が必要かと、そういうことばっかりやってきた。なぜそうなってるか。財政構造なんですよ。利用が拡大すると、あるいは介護労働者の報酬を上げようとすると、それが保険料に直ちに跳ね返ってしまう。そういう関係があるから、だからなかなかできない。利用をできるだけ抑制しようというようなことでね、やってきた。それが人手不足を呼んでいる。事業者不足を呼んでいるんです。読売新聞が2020年に調査した。主要自治体首長の9割が、介護保険制度は10年後には維持困難だと言っている。こういうね、構造を変えなければ、私未来はないというふうに思うんです。ぜひ総理ですね、介護給付費の 10% っていうのはこれは、やはりこの引き上げるということで、介護保険を真に持続可能な制度にしていくということをやっぱり決断するときが来てるんじゃないかと。いかがですか。岸田内閣総理大臣。保険料公費それぞれ5割負担を維持する、まあ、こういった経緯については先ほど答弁した通りであります。まあ、その上で、高齢化と人口減少という大きな社会変化を迎える中で、介護保険制度がすべての世代にとって安心なものとなるよう、サービスの質を確保しつつ、給付と負担のバランスを図り、制度の持続可能性を維持しながら、制度を安定的に運営していく、こうした方針を維持してまいります。小池君。だから今言った通りだと私思いますよ。総理が言った通りだと思いますよ。そのためには、この財政構造に抜本的なやっぱり手を入れないとダメなんじゃないですかと。持続可能な制度にするというのであれば、やはりそこにメスを入れて、いかなければ、今おっしゃったように、全体が本当に幸せにね、介護を受けられるような社会を作るんであれば、今のまんまではね、行き詰まるんですよ、これはっきり言って。そこを私は言っている。ぜひですね、この介護給付費 10% を現在の給付費化すると1兆3000億円。5年間で43兆円の軍事費。これ見直せばね、これはできますよ。介護報酬の引き下げは撤回すべきだ。国庫負担割合の引き上げをはじめとする介護保険制度の抜本的な改革を求めていきたいというふうに思います。最後に選択的夫婦別姓、今日も何人かから取り上げられておりますが、この問題取り上げたい。法律で夫婦に同姓を強いているのは世界で日本だけです。96年に法制審が導入を答申してから28年です。いよいよ導入に踏み切るべきではありませんか。岸田内閣総理大臣。その点、先ほども答弁させていただきましたが、選択的夫婦別氏制度の導入については、令和3年の世論調査等を見ても、意見が分かれていると認識をしております。最高裁においても、国会で論ぜられる、判断されるべきである、こういった指摘があります。国会においての議論が重要であると認識をいたします。小池君。先ほどから、令和3年でしたっけ、内閣府の世論調査を取り上げられていますが、世論調査はですね、内閣府の男女共同参画局の反対を押し切って、それまで二択だった質問、現行制度か選択的夫婦別姓かっていう二択だったものをわざわざ三択にしたんですよ。で、その三択で入れたやつは通称しようというですね、これは法制審でも一度もこれは却下されたんですよ。それを入れて三択にして数字を変えたんですよ。そういう意図的なものであるってことが指摘されていることをご存じないのか。昨年10月に発表された法政大学国立社会保障人口問題研究所に所属する研究チームによる全国大規模調査、選択的夫婦別姓の賛成率 83.9% ですよ。総理はですね、国会での議論、国会の議論って言うんだけど、国会でだから議論しましょうと言ってるんですよ。だって法制審は法案要項をまとめてるんですから、これを提出していただいて、で、徹底的に各党から案を出していろんな考え方あると思います、確かに。時間かかってもいいと思いますよ。でも法案を出して、叩き台にして、それでみんなで議論しようじゃないですか。総理はですね、決して議論を否定しているわけではないとおっしゃってるんだから、国会に提出して議論をする。いかがですか。岸田内閣総理大臣。国会で議論することは重要だ。それは当然のことであります。自民党としてどう対応するか。これは自民党において、今先ほど申し上げました、国民のこの考え方、
これが分かれている中にあってどうあるべきなのか議論を行ってまいります。その上で国会の議論に貢献したいと思っています。小池君、分かれてる分かれてるって言うけど分かれてないんですよ。やっぱり導入の方向に世の中大きく今変わってきてるんですよ。5月の共同通信の世論調査でも賛成 77% ですよ。そして2月には日本経団連の徳良正和会長が選択的夫婦別姓について一丁目一番地としてやってほしいと言った。そして3月8日にはビジネスリーダー有志の会が1000人を超える日本の経営者の署名を添えて選択的夫婦別姓の導入を申し入れた。首相補佐官出席されてました。私もいましたから。要請書受け取ってます。この要請書ご覧になりましたか。こうした経済界からの要求をどう受け止めているんですか。岸田内閣総理大臣。要請書、手元に持ってきております。拝見いたしました。こうした意見もしっかり受け止めた上で、この問題をどう考えるのか。先ほど申し上げたように、この国民の考え方、これが分かれる中にあって、政治としてどう責任を果たすのか、政府、自民党としてこの問題について議論を今進めているところであります。小池君。分かれてる分かれてるって言うけど、自民党以外はみんな賛成してんですよ。みんな賛成してんですよ、これ。公明党だって賛成してんですよ。自民党の中が分かれてんでしょ。今もうはっきり認められた。今自民党の中が分かれてるっておっしゃった。そうなんですよ。しかも自民党の中だってこの間の総選挙の前の あのアンケートにはあれですよ、もうほとんどの人はどちらかといえば賛成と言ってます。法務大臣今日呼んでないけど法務大臣もどちらかといえば賛成と言ってます。総理だって選択的夫婦別姓の導入を求める議員連盟の呼びかけ人やったじゃないですか。大体ですね、日本経団連の徳良正和会長と日本共産党の小池晃が同じこと言ってんですよ。これね、皆既日食みたいなもんですよ。こんなことめったにないですよ。ねえ。もう意見がほとんど、これはもうコンセンサスができていると言っても、自民党の中のごく一部の、なんかちょっとね、特殊な声を上げてる人たちがいるだけで、ほとんどの人はもうこれは世界では当たり前なんだからやろうと言ってんですよ。やりましょうよ。岸田内閣総理大臣。先ほど来申し上げておりますように、内閣の世論調査、意見が分かれていると、認識をしておりますし、自民党の中でも今議論が続いております。小池君。内閣府の世論調査はあれは違うんです。間違って、あれはおかしいな、世論調査やって。今までとは違う項目に突然したんですよ。やっぱりね、ああいう意図的な、かく乱工作みたいなことをやるべきじゃないと。で、大体ね、様々な意見があると、それはだから自民党の中のごく一部に、ね、一部ですよ。家族の絆が壊れるみたいなね、壊れませんよ。だって今、事実婚で別姓でやってる人だって家族の絆はむしろ強いですよ。で、大体ですね、様々な意見があるから慎重にと言うけど、様々な意見があるから選択できるようにしようと言ってるんですよ。だから別姓にね、したくないっていう人はね、したくないだったら同姓のままでいいんですよ。そういう人まで別姓にしろっていう制度じゃないんです。自分の生まれ育った氏を捨てたくないっていう人には別姓を選んでいいじゃないかと。だから選択的な夫婦別姓にしようと言ってるんですよ。なんで反対するんですか。選択したいと言ってる人の権利を奪う、そんな権利は国会、政治家には私ないと思います。選びたい人が選べずに苦しんでるんですよ。ならば苦しみを取り除くのは政治の責任ではありませんか。選ぶことができればとっても幸せになれる人がいっぱいいるんですよ。政治というのは幸せになる人を一人でも多く増やすためにあるんじゃないですか。総理ね、あくまで選択なんですよ。それは選びたい人が選べばいいではないかっていう制度なんですよ。何をためらってるんですか。ぜひこれを議論してですね、国会で法案も出していただいて、そんなんだから、もう強行しようなんて言いませんよ。じっくり議論しよう。いろんな党からいろんな考え方出してもらって、ぜひこれやろうじゃないですか。ね、少子化対策だって言うんであればね、
お金が1円もかからない。このことによって、別姓が実現したら結婚したいって言ってる人いますよ、たくさん。ぜひやりましょう。岸田内閣総理大臣。自民党の中においても、この制度について推進する人間もある一方で、それに対して、この慎重な議論もある。これが現実であります。しかしその背景には国民のこうしたこの問題に対するこの認識もあると、承知をしています。それらを踏まえて、国会でどのような議論を行うのか、これを判断してまいります。小池君。今日のやり取り通じて意見が分かれているというのは自民党の中で意見が分かれているんだということがはっきりしたことは非常に重要ではなかったなというふうに思います。昨日は札幌高裁で同性婚を認めないのは婚姻の自由を認めた憲法に違反するという判決が出ました。ここでも立法府の責任が問われていると思います。多様性を認め国際水準のジェンダー平等を認める国へ前進することを強く求めて質問を終わります。